高瀬船演技、森鴎外。京都の高瀬川は、五条から南は天正15年に、二条から五条までは慶長17年に、墨の倉領位が掘ったものだそうである。そこを通う船は引き船である。元来高瀬は船の名で、その船の通う川を高瀬川というのだから、同盟の川は諸国にある。しかし船は引船には限らぬので。 和名称には釈明の、定称にして深書き物を今日という、とある今日の字を高瀬に当ててある。畜は九塩分庫の、和漢専用衆を釈断するに、表高く、とも、横とも似て、低く平らなるものなり、と言ってある。そして図には竿でやる船が書いてある。徳川時代には京都の罪人が遠頭を言い渡されると、 高瀬船で大阪へ回されたそうである。それを護送してゆく京都町奉行好きの同心が悲しい話ばかり聞かせられる。ある時この船に乗せられた兄弟殺しの戸賀を犯した男が少しも悲しがっていなかった。その司祭を尋ねると、これまで食を売ることに困っていたのに、遠投を言い渡された時、同2二百文をもらったが、 銭を使わずに持っているのは初めだと答えた。また人殺しの顔はどうして犯したかと問えば、兄弟は西人に雇われて空引きということをしていたが、給料が少なくて暮らしが立ちかねた、そのうち同胞が自殺を図ったが、死にきれなかった、そこで同胞が所詮助からぬから殺してくれと頼むので殺してやったと言った。この話は、沖縄に出ている。 池部吉方さんの肯定した活字本で1ページ4に書いてある。私はこれを読んで、その中に2つの大きい問題が含まれていると思った。一つは財産というものの観念である。銭を待ったことのない人の銭を持った喜びは、線の多少には関せない。人の欲には限りがないから、線を持ってみると、いくらあればよいという限界は見出されないのである。 200文を財産として喜んだのが面白い。今一つは死にかかっていて死なれずに苦しんでいる人を死なせてやるということである。人を死なせてやれば、すなわち殺すということになる。どんな場合にも人を殺してはならない。沖縄さにも教えのない民だから、悪意がないのに人殺しになったというような批評の言葉があったように記憶する。 しかしこれはそう容易に灼死定義で決してしまわれる問題ではない。ここに病人があって死に貧して苦しんでいる。それを救う手段は全くない。そばからその苦しむのを見ている人はどう思うであろうか。たとえ教えのある人でも、どうせ死ななくてはならぬものなら、あの苦しみを長くさせておかずに、早く死なせてやりたいという情は必ず起こる。 ここに麻酔薬を与えて良いか悪いかという疑いが生ずるのである。その薬は致死量でないにしても、薬を与えれば多少死期を早くするかもしれない。それゆえやらずにおいて苦しませていなくてはならない。従来の道徳は苦しませておけと命じている。しかし医学社会には、これを否とする論がある。すなわち死に瀕して苦しむものがあったら、 楽に死なせて、その句を救ってやるがいいというのである。これを言うたなじいという、楽に死なせるという意味である。高瀬船の罪人は、ちょうどそれと同じ場合にいたように思われる。私にはそれがひどく面白い。こう思って私は、高瀬船、という話を書いた。中央公論でこうにしたのがそれである。底本、参照だ言う。 高瀬船、岩波文庫。1938、昭和13、年7月1日第1釣り発行。1967、昭和42、年6月16日第34釣り開版発行。1998、平成10、年4月6日第77釣り発行。初出、心の花第20巻第1号。 1916、大正後、年1月1日発行。入力、コンパス、厚生土屋隆二2006年3月8日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、 構成、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。